お届けする番組。石垣優が気ままにお届けする番組、6月15日収録放送でお届けします。皆さんこんにちは、石垣優です。今日はですね、先週入りきれなかった、読みきれなかったあのメッセージ、皆さんからいただいたメッセージを読みつつで、石垣島出身のね、素晴らしいアーティストの方にもコメントいただきましたので、そのアーティストの方のコメントと音楽もお届けしつつ、そしてとってもとっても大事なお知らせが控えております。最後までね、じっくりと聞いていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ではですね、早速トークテーマ読んでいきたいと思うんですけども、先週のトークテーマが幸せを感じる瞬間というトークテーマで、たくさんの方にメッセージをいただきました。で、今日もね、ちょっとあと4人ほどいただいておりますので、このメッセージを読んでいきたいなと。まずはですね、のぞみさんからいただきました。のぞみさん、ありがとうございます。こんばんは。ラジオのトークテーマ送らせていただきます。ふーって一日の終わりに布団に倒れ込む時からの寝落ちする寸前くらいの時、わかります。寝る寸前ってのは本当幸せですからね。で、あとはシーンとした場所でイヤホンで柳原バーの曲を聴いている時、余計な音が入ってくるのが邪魔なのでイヤホンで、というところがポイントです。ちなみにラジオもインスタ配信もいつもイヤホンで聞いて癒されてます。ありがとうございます。あとはですね、車のナンバープレートとか時間とかゾロ目を見た時、特に7並びだとラッキーってなって、4並びは幸せってなります。いや、4は幸せの4って思うようにしてます。まあ確かに4っていう数字に対していろいろねありますからね。あとはですね、雲一つない青空を見た時、他にもいろいろありますけどこのくらいにしておきますとメッセージいただきました。のぞみさん、ありがとうございます。私も寝る寸前とかがね、幸せだなと思いながら寝れる時、それが本当幸せなんですよね。なのでわかります、この気持ち。あとは柳原版の曲をイヤホンで、静かな場所でイヤホンで聴くのが幸せっていうね。ありがとうございますね、こうやって聞いていただいてね、嬉しいな。まあ、確かにね、まあ、山とか川とか海とか見ながら穏やかな曲聴くと余計に気持ちいいかもな。あとはゾロ目ね、ゾロ目も確かに嬉しいんですよ。数字が揃った時、4問題ありますよね。その4っていう数字があまり良くないっていう人もいるし、いや、国が違えば4っていう数字は幸せな数字なんだよっていう人もいるから、まあもう思い方次第ですよね。4が幸せって思えば私は幸せな数字だと思っています。私は悪い数字だと思ってないので、基本ね。だからなんかこの4は幸せって思うのも素晴らしいと思いますよね。あと雲一つない青空を見た時とかね、なんかこういう風に小さな幸せをこの生活の中からたくさん見つけることができるっていうことが幸せなことだなと、ね、大切なんですよ。でも忘れがちだから、それができるっていうのが素晴らしいですよね。のぞみさん、ありがとうございます。で、次はですね、コージーさんからいただきました。ゆうちゃん、こんにちは。私の幸せな時間は寝るとき。睡眠タイムです。休日の午後はテレビを見たり音楽を聴きながらうとうと寝落ちして、気がつくと夕方というのを毎週のように繰り返してしまいます。幸せ、それ幸せ。でも最高に気持ちがいいんですよね。夜は毎日ヤナのリズンの歌を聴きながらベッドに入ります。2曲目の君が背負っているもの、4曲目のキムガナサ、ゆうちゃんの歌声に夢心地で意識を失います。それではゆうちゃん、おやすみなさいってメッセージありがとうございます。まあ、君が背負ってるものとかキムガナサとかね、気に入ってくださってるってのが嬉しいな。この曲たちはね、いい眠りにつながればいいなっていう気持ちも確かにあるんですよ。そういう気持ちも感じて作っているので、それをなんか汲み取っていただいてすごい嬉しいな。やっぱり寝るときは幸せですよね。寝る寸前ってのは幸せが凝縮されてると思うな。コージーさん、ありがとうございますね。次はですね、
ONC さんからいただきました。ありがとうございます。幸せを感じる瞬間、仕事について書いてみます。うん。私は重機のメーカーで、故障対応の仕事をしております。そうなんですね。自分が呼ばれるのはお客様の機械が壊れている、そうか、アンハッピーな場面が多いのですが、時々自分の仕事がお客様からの信頼向上につながることがあり、そういう時には給料日を超える幸せを感じます。なるほどね。以前、真冬のある日、広島県の山奥で重機がひどい壊れ方をしたという連絡が入り、大急ぎで羽田空港から飛行機で広島に向かい、吹雪の中で震えながら原因調査を行っていたことがあるのですが、それから1ヶ月ほど過ぎたある日、現地の営業所から連絡があり、お客様が機械は壊れたけど、ああいう時に担当者が東京からすぐ飛んできてしっかり調べてくれるメーカーなら信用して使えるとおっしゃって、新たに機械を1台購入してくださったと聞いた時の幸せな気持ちは、10年以上経った今も忘れません。まあでも確かにね。うん。ちなみにこの1年は出張もないのですが、傍らパソコン作業続きで、最近ドライアイになってきたので、ゆうさんがソロ活動スタートのニュースで私の目を潤ませてくれる日を楽しみにしていますとメッセージいただきました。 ONC さん、ありがとうございます。そうか、 ONC さんはそうやって重機の修理とか、そういうお客様の相談とかをするので、だからいろんな場所に、その海外もそうだし、日本全国こうやって いろいろ世界中回っているんですね。なるほどなるほど。でもまあね、おっしゃってたように、その故障、アンハッピーがあって初めて動くっていう仕事なのかもしれないけども、そのアンハッピーを解決したり、そのね、解決できないとしても、この ONC さんの仕事の、なんていうの、仕事の仕方とかを見てて、ね、こういう対応をしてくれるからって言って、さらにこの会社は信用できる、この人たちは信用できるっていう仕事を ONC さんはやってるってことだよね。確かに私も、例えばね、何かが壊れてさ、なんか壊れちゃったんだよなって言った時にすぐ飛んできてくれてさ、でなおかつその人がすごく丁寧に一生懸命に修理してくださっていたらさ、それが治らなくても、こんなに一生懸命やってくれる人がいるんだったら、私はこの人についていこうって思いますよね。だからこれは ONC さんの仕事のやり方が本当に素晴らしいという成果ですよね。ちょっと私感動しました。 ONC さん、ありがとうございます。じゃあ最後のメッセージをいきたいと思います。島の美容師さんからいただきました。いつもね、ありがとうございます。因島から応援してくださってね、ありがとうございます。幸せを感じるときは、趣味のラジコン飛行機を青空に飛ばしている時かな。飛んでる飛行機を見てるととてもリフレッシュできます。あと島で見る夕焼け空、綺麗だろうな。何でもないのですが、何でもないことに幸せを感じます。なんか空つながりでしたね。人間、上を見てると元気が出るのかもっていうメッセージをいただきました。島の美容師さんはね、本当ね、このラジコンね、アイコンもラジコンの本当に、なんていうかな、私たちが思ってるようなラジコンじゃなくて、本当に大人の遊び、大きいラジコンをね、大空に飛ばしてね、空を見たり飛行機を見たり、今言ってたように夕焼けを見たりって。私もそうなんです。空に憧れがあって、鳥とか見てても自分もあんな風に飛びたいとね、未だに思うしさ、どんなに辛い時でも、なんか嫌だなと思ってても、空見るとさ、なんかちょっと楽になるんですよね、気持ちが。空を見てる時間だけかもしれないけども、ちょっと忘れることができたり。いや、でも素晴らしいです。因島の夕日見たいな、また。ね、美しいんですよね。いや、島の美容師さん、いつもありがとうございます。いや、今回皆さんのこの幸せを感じる瞬間っていう、メッセージを見ながら、私まで本当にたくさんの幸せをいただきましたね。皆さんメッセージ送ってくださって本当にありがとうございました。ではここで一曲かけたいと思います。石垣島出身の先輩アーティスト、
毛田森大輔でフィッシャーマン。石垣優が気ままにお届けする番組をお届けしております。聞いていただいたのは毛田森大輔先輩でフィッシャーマンでした。この曲はですね、大ちゃんニーニーが前回コメントをいただいた時にクラウドファンディングをするというお話をされていましたけども、そのクラウドファンディングで完成した10というアルバムから一曲かけさせていただきました。私ももちろんこのクラウドファンディングね、申し込んで、T シャツとかね、あとトートバッグとか、このアルバムを手にしたわけなんですけども、このアルバムがね、とっても可愛いんですよ。なんか絵本を見ているような感じで、この絵とかもね、全部大ちゃんニーニーが自分で描いているんですよね。もうこれを見ながらね、大ちゃんニーニーのこのアーティストの凄さ、すごく素晴らしい、アルバムです。アルバムっていうか、なんていうのかな、本みたいな感じですね。私からすると。最後まで読むと心も体もなんか楽しくなる、曲を聴きながらなんか癒されていくっていう、そんな一冊一枚になっておりますね。で、大ちゃんにこれからまあ、コロナもあってちょっと石間に帰るのもね、延期になったりとかもしてるのかもしれないんですけども、もしよかったらね、もう一回ぐらいコメントいただいて、そのアルバムをかけながら大ちゃんにのコメントもね、ちょっと聞きたいですよね、石垣島の皆さんもね。だからちょっと大ちゃんに相談して、もう一回コメントくださいよ大ちゃんにって言ってみようかなと思っておりますけどねということで、後半はですね、もう一方、私の大好きな、アーティストの方の歌声、そしてコメントをかけたいと思います。先輩アーティストで女性の方で、すごく歌声がね、なんていうか滑らかで美しいんですよね。この方のちょっと曲をかけたいんですけども、その前にちょっとお知らせをさせてください。前回石垣優ソロになってホームページができましたとお知らせしました。そのホームページが発表された数日後にですね、なんと石垣優ソロになって初めてのワンマンライブが発表されました。昨年解散ライブが11月にありまして、本当それ以来なので8ヶ月ぶりのライブですね。8ヶ月ぶりに皆さんの前で歌を歌わせていただくことになりました。もう本当にね、幸せです。8ヶ月ぶり、20年間歌ってきて8ヶ月間人の前で歌わなかったっていうのは過去にないので、自分がどういう感情になるのか、その辺もなんか正直ちょっと恐怖もあるんですけど、久しぶりすぎて。でもやっぱりね、人の前で、皆さんの前で歌を歌わせていただくっていうのは本当に幸せ、生きてるということを本当にその日感じるんじゃないかなって思っています。生きていくということを考える時間になるんじゃないかなということをちょっと思っています。一曲一曲大切に歌っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんにね、来てほしいなと思ってます。横浜と大阪でライブをさせていただきます。7月31日がビルボードライブ横浜で、2ステージ、そして8月8日にビルボードライブ大阪で2ステージライブをさせていただきます。で、そこでライブをしてさせていただくにあたってですね、ただいまリクエスト曲を皆さんに募っております。もちろんその柳原場の曲を歌ったりとか、あとカバー曲、そして未発表曲、過去に1回2回とか歌ったことのある、まだ CD になっていない曲とか、そういうものを中心に歌っていきたいと思っております。で、もちろん新曲もね、たくさんまだ皆さんの前に一回も歌ってない新曲とかも作ってるので、それがまあなんとなくね、いけるのかな、わかんないな、まあそこまでに完成が間に合えば新曲も歌いたいなっていう気持ちはありますけどね。まあこのカバー曲、柳原場の曲、そして未発表曲の中から皆さんのリクエストをいただいてですね、その中から選曲していこうかなと思っております。
SNS とか、あとホームページを見ていただくと、このリクエストのメールアドレスを作ってますので、書いていただけたらありがたいなと思っております。で、あと、未発表曲に関してはですね、ダイジェストを、SNS の方にただいまアップしております。その中から、あ、そうそう、この曲一回聴いたけど、もう一回聴きたいんだよなっていうのを、メールでね、タイトルを書いていただけたらと思います。締め切りが6月の30日までにリクエストを送ってください。よろしくお願いします。で、横浜で2ステージ大阪で2ステージなんですけども、まあ4ステージの中で曲も全部変えていこうかなと思ってます。全曲変えるということはないかもしれないんですけども、そういう楽しみ方もできるセットリストにしていこうかなと思っておりますので、ね、もし石垣からも、まあ、コロナもあるのであれですけども、足を運んでいただけたらね、いいなと思っております。コロナ対策の方もしっかりとさせていただいてますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、最後はですね、私の先輩アーティストで、ヨヘナ久野さんからコメントをいただきました。すごく歌声がね、滑らかで美しくて魅力的で、なんか歌ってる姿も神々しいんですよね。その久野ねねからコメントをいただきましたので、で、まあ実はね、まだゆっくりとお話しさせていただいたことがないので、ぜひなんか今度石垣島に帰ったらね、なんかお話しさせていただけたら本当光栄です。よろしくお願いしますでは久野ねね、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ヨヘナ久野です。はい、ゆーちゃんご紹介いただきどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ちょっと自己紹介、私のこと知らない方、いやむしろ知らない方の方が多いと思うので自己紹介させてください。私は石垣島育ちで、20歳の時に、はい、東京の方に上京して、7年前に13年ぶりに石垣に戻ってきました。そう言っちゃうとちょっと年齢がバレちゃいますが、そうですね、石垣育ちですね。あ、ゆーちゃんとはですね、ね、中学校の2つ下の後輩になります。はい、ゆーちゃん会った時は声かけてね、私からも声かけさせてください。はい、普段の私の音楽活動としてはですね、ホテルライブで観光のお客様の前で歌わせていただいたり、あと沖縄イベントで、はい、いろんな場所で歌わせていただいてるんですけども、そうですね、今この状況なのでだいぶ歌う機会も少なくなりましたが、最近だから この1年はそうですね、一人暮らしを始めたんで、家の DIY や、あと大好きな絵を描いたりしています。はい、またこの状況が落ち着いて、歌う機会が増えてきましたら、皆さんもぜひ気軽に遊びに来てください。また音楽にあふれた日々が戻ってくることを願っています。またちょっと自分のアピールになってしまいますが、2年前にちょっと CD をミニアルバムを出しまして、ストライクカンパニーさん、石垣島出身のストライクカンパニーさんに、プロデュースしていただき作りました。このミニアルバムの中に晴れ晴れという曲が入ってるんですけども、平日、月曜日から金曜日まで流れているハッピーザさんという、はい、番組で11時台のオープニング曲として私の曲が流れてますので、よかったら皆さん意識して聴いてみてください。すいません、よろしくお願いいたします。ではでは、ゆーちゃん今日はありがとうございました。皆さんもどうもありがとうございました。はい、ヨヘナ久野でした。よろしくお願いいたします。ヨヘナ久野ねね、ありがとうございました。最後におかけする曲は、久野ねえねえが7年前に他界したお父さんのことを思い書いた曲、一番星です。今日は最後まで聴いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。石垣優でした。